いやー、第8弾 8弾っていうかトークっすね、トーク。8弾のくせになんか自己紹介とか言っちゃってさ。8といえば 8?8?8?8?8?8 ゲリラ。いいよ。自己紹介、自己紹介。はい。精神ガタ崩れの、精神面弱くてガタ、精神ガタ崩れのヒトです。最近の趣味は出て、最近の趣味は男の人とピーヨーさんだ。いやいや、ホモか、お前ホモだったのか。アンゴラ、お前ちょっと来てみ。なんでお前、ちょトーク中やろ、自己紹介だけしろや。しまい。最近の趣味は男の人とピーヨーするかも。いやもう暇つぶしに寝ることだ。違う、ピーヨーすることだ。いやいや、寝ることでしょ。自己紹介進めろって。終わったよ。はい、次電柱。好きなもの言うよ。好きなものは女の子の、いや、おいしいだ。おっぱ好きなものは、おっぱ好きなものは、おっぱ好きなものは、おっぱボカロ。嫌いなものはグロいものとか怖いもの。男やのにね、なんかめめしいね。こういうやつ返しにしたくないしね。ではど、まちげまちげ、どうする、どっち行く、自己紹介。まちげです、まちげです、まちげです。電柱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 人の友達です。女です。もう二人がすごい、すごすぎ、性格すごすぎてやばいっす。次に、来ました、電柱っすよ。僕電柱、もう俺って言っていいっすか、自己紹介なので。そしてね、俺まあ第1弾で言ってた通り永遠の19歳ってやつっすよ。好きなものはね、そうっすね、少女とお姉様と女の子とちげえよ、おばあ様とちげえよ、人とちげえ、全員のおちげえよ。エロ本で見るなら人妻がいいっすね。どけろや。ジョーダス、ジョークス。お前殺すぞ、お前。来いよお前、ちょっとマジかいや。というわけでね、ヒトさんはね、不条死だね、ホモが、ホモなんすよ、ヒトさん。やばい、やったんだよ、ホモとか言うな。街中で男性とキスを。ねえ、ほんともうダメっすよね。男もう人って男のくせにエロい格好して男誘ってるんすよ。そうっすよ。もう休みの日とかね、家でね、何してるの、エロ本、エロ本、ちょっと何してるの、エロ DVD っすか。 AV、 おい、 AV、 おい、私はまだ見たことないぞ。いや、もう小学生の頃から知ってるんすけども、その時から周り男めっちゃやめろって。もう電柱は M です、電柱は M です。 S っすよ、孫をとったはき M です。 M では、生まれると喜びます。喜ばんわボケ。あ、でも電柱で楽するよね。よだれ垂れ流します。はぁ、それコップやろうが。コップはあれ肝心なド M っすよ、あいつ。あのね、男が好きじゃないの、別にどちらかというとね、ちゃんとしたね、男は好きなのよ、女が好きなのよ。レズっすか。じゃあ付き合えよ、もうは。はぁ。はい、じゃあヒト君と電柱結婚しました。はぁ、ヒト君と電柱結婚してませんよ。でも近い将来します。しません。します。その時の結婚式の様子を断言します。私はこのビデオに収めたいと思います。やめろ。わぁ、もう4分来ちゃったよ、これ。あれ、前6分じゃなかったっけ。もう10分いっちゃいましょう。10分いっちゃいましょう。暑いっすね。熱い。じゃあ次9弾まで。お前ら大好きだろうな、幼女様が煽りくれてますよ。幼女様くね、ちょっと声ね、全然ね、
打算があって。積んでる、積んでる。じゃあ次は、りゅうた、あ、待ってた、でーん、電柱くんの弟くんの紹介しましょうかーん。電柱くんの弟。そう、僕の、いや、俺の妹。妹って女の子で。ごめん、間違えた、弟。すいませんね、妹もいるんで。その妹は誰？その妹はね、どうも、可愛くはないね。何があった？彼氏が2人います。キモいですね、浮気ですか？二股っすね、最低ですから。髪の色はあいつ下にちょっとピンクが混じっている。何されるかね、バクリスがやめてくださいよ。で、頭のてっぺんらへんがハゲ、赤ハゲハゲってどういうこと？すごいっすよね。ではね、電柱、俺の弟を紹介します。顔写した方がいい？いや、いいです。いいやって。いや、逆に人という人が断っております。じゃあ声変えよう。ではでは、行きます。うわ、6分来ちゃった。次にいたします、はい、楽しみにね、バイバイ。人くん不在かも。うん、そうかもね、バイバイ。